生活と健康に役立つ雑学。小さいお皿に食べ物を盛るとダイエットに有効である。これは皿が小さいと食べ物が盛り上がって見える量が多く感じるためである。量を抑えたい時にも満腹感を得やすくなる。ダイエット中や食べ過ぎを防ぎたい時に効果的であり、日常の食事に取り入れてみると良い。冷凍した魚を解決するときは塩水をつけると早く均一に解凍できる。塩水が温度を一定に保ちやすいため、魚全体がムラなく解決されるから、料理の準備が早くなる。特にムラなく解凍したいときや、魚の質を意識しながら解凍したいときに効果的なので、覚えておくと便利である。畳の目に沿って掃除するとゴミがよく取れるだけでなく、畳の寿命も伸びる。この方法を使うことで畳の繊維を傷めずに掃除ができ、長くきれいな状態を言えることができる。畳を大切に使いたい場合には効果的な掃除方法だ。簡単に実践できるため、日常の掃除に取り入れてみると良い。物を片付ける際に、捨てるか将来使うか不明の物を箱に入れたら、3ヶ月後に中身を確認すると不要なものが判断しやすくなる。片付けの際にこの手法を試すと、整理整頓がスムーズに進められる。バナナの皮を細かく刻んで土に混ぜると、カリウムが豊富な天然の肥料になる。バナナの皮には栄養素が多く含まれており、植物の成長を助ける効果がある。手軽に家庭菜園やガーデニングでの植物の育成をサポートできる。捨てなくてもバナナの皮を有効活用できるため、自然にも優しい方法である。日常のガーデニングに取り入れてみると良い。新しい情報を学ぶとき、その内容をエアーズで表現すると、言語的記憶と視覚的記憶を両方が活性化され、記憶の確保率が高まる。この方法を取り入れて、勉強や仕事の効率が向上し、学んだことが長く記憶に留めやすくなる。日常の学習に取り入れてみると良い。大きな紙に怒りや不満を書き出し、それを細かく破って捨てる行為が、精神的なストレス解消に効果的だという研究結果がある。この方法は手軽にできるストレス解消法として活用でき、気分がすっきりする助けになる。特に日々のストレスを解消したい時に試してみると良い。電波の弱い場所では、携帯電話を金属製の容器や鍋などの中に入れると電波が集中し、受信感度が上がることがある。この方法を使えば、電波が届きにくい場所でも通信状態を改善する。特に一時的に連絡を取りたい時や、電波の不安定な場所で試してみると良い。簡単に実践できるので覚えておくと便利である。貴重な情報を記憶したい場合は、内容を様々な色のペンで書くと、視覚的な刺激により記憶の確保率が上がる。色を使うことで脳が情報を整理しやすくなり、思い出を長く記憶したいときはこの方法を使えば学習効率を高めることができ、特に試験勉強や新しい知識を習得する際に効果的だ。60bpm の1分間に60回程度のテンポの音楽を聴くと、脳波がアルファ波になりやすく集中力が高まる。このテンポの音楽はリラックス効果を促進し、脳を集中モードに導くため、作業や勉強中に聴くと良い。特に集中が必要な時やリラックスしながら作業を進めたい時、この音楽を活用することで効率が上がる。簡単に取り入れられるので、日常の習慣に取り入れてみると良い。新しい情報を学んだ90分以内に20分程度の短い昼寝をすると、記憶の確保率が高まる。この方法を取り入れて学習の成果が向上しやすくすると、試験勉強や新しいスキルを習得するときに便利である。歯磨き粉で磨くと、研磨効果により曇りが取れ、その明るさが戻る。この方法はガラスやプラスチック製品の曇りを簡単に解消できる。例えばメガネや車のヘッドライトなどの曇りを取り除きたいときに手軽に実践できるため、曇りが気になるアイテムのケアにとりあえず良いだろう。塩辛くなりすぎた料理には生のジャガイモを加えて煮込むと良い。ジャガイモが塩分を吸収してくれるため、味が和らぐ。この方法を使えば調味料の加減を失敗しても簡単に回復ができる。特にスープや煮込み料理で塩味が強くなりすぎた時に効果的である。ジャガイモを取り出すとすぐ料理の味が整うため、覚えておいて使えるテクニックである。
冷凍食品をアルミホイルの上に置いておくと熱伝導率が高いため解凍が早まる。この方法を使えば冷凍食品を効率よく解凍することができる。アルミホイルを使った簡単な工夫で調理の手間を減らし、スムーズに調理を進めることができる。バナナと他の果物を一緒に紙袋に入れて、バナナが放出するエチレンガスの影響で他の果物も早くこなす。早く熟してほしい果物があるときには効果的で、覚えておくと便利である。ワインをこぼしたら、すぐに塩をかけると良い。塩がワインを吸収し、シミになりにくい効果があるためである。この方法を使えば、こぼしたワインが布やカーペットに染み込む前に対処する。特にすぐに掃除できない状況でも、この応急処置を行うことでその後の染み取りが楽になる。簡単にできるため、ワインを楽しむ際には覚えておくと便利である。水に濡れた本を乾かすときはドライヤーの冷風を使うと良い。熱風を使うと紙が波打ってしまうので避けた方がいい。この方法を使えば本を傷めずに乾かすことができる。大切な本や資料を濡らしてしまった時に役立つ。壁を6秒間全力で押すだけで筋力向上と血圧低下の効果が得られる。簡単なこの運動を1日3回行うことで数週間で驚くような効果が現れることがある。道具の準備が必要ないため、どこでも手軽に実践できるのが魅力的である。忙しい日常の中でも続けやすく健康維持や筋力アップに役立つので、ぜひ試してみて。お風呂に入る2時間前に軽い運動をすると睡眠の質が向上し、入眠時間が短縮される。運動によって体温が上がり、その後に体が冷えてくるタイミングで眠気が強まる。また、運動はストレスを減らす効果がある。リラックスした状態でベッドに入ることができるので、軽いストレッチやウォーキングなど適している。日常に取り入れることでより良質な睡眠を手に入れる手助けとなる。1日3回、30秒間ずつあいうえおと大きな口を開いてはっきりと発音することで顔の筋肉が鍛えられ、表情が豊かになる。この発声練習は顔全体の筋肉を効果的に使うため、表情筋が鍛えられることで表情がより若くなる。コミュニケーションにもプラスの影響を与える。日常生活の中顔のリフレッシュエクササイズとして取り入れることができる。1日10分間の頭痛で頭皮をマッサージすることでストレス解消と緩和の効果がある。頭皮マッサージは血行を促進し、筋肉の緊張をリラックスするための効果が高い。こわばりをほぐすことでの緩和にもつながる。簡単に実践できるこの方法は、日常のストレスを軽減し心身の健康をサポートする手助けとなる。特に仕事や勉強の合間に取り入れることでリフレッシュ効果を感じることができる。1日1回大きな声で笑うことで免疫機能が向上し、ストレス解消効果がある。笑うことは体内の免疫細胞を活性化する。病気にも抵抗力を高める。気分がリラックスし、ストレスが軽減される効果もある。さらに作り笑いでも同様の効果が得られるため、意識して笑うことが健康に良い影響を与える簡単な方法となる。毎日の生活に笑いを取り入れる。それで心身の健康を維持する手助けになる。毎日の食事で使う調味料を少し変えるだけで新しい神経回路が形成され、脳の可塑性が高まる。これは脳が柔軟性を保つために効果的な方法の一つ。日常的な食事に少し変化を加えるだけで脳の健康をサポートし、認知機能の向上にもつながる。このような簡単な工夫で日々の生活に新しい活力を考えることができる。週に1回10分間、自分の一日をイメージして書くことで目標達成への前向きな理想がより生産性が向上する。この習慣は具体的なビジョンを持つことで行動の方向性が明確である。また、理想を具体的に描くことで日常の小さな決断が賢明な目標に結ばれるようになる。これにより計画を実行するのが先に進み、結果的に効率的に物事を進めることを進められるようになる。30日間チャレンジを行うことで新しい習慣の定着率が高まる。研究によると、新しい習慣を形成するためには通常66日間の継続が必要とされるが、30日間のチャレンジをしながらその習慣を始めると成功率が大幅に向上する。毎日過ごすことで行動が自動化され、
長期的に続けられるようになる。また、30日間で得られる達成感がさらに続けるモチベーションを高める手助けとなる。このようなチャレンジは習慣形成に効果的な方法とされている。週に1回15分間、自分の長所や成功体験を書くことで自己肯定感が向上する。この習慣を続けることで自分の価値を再確認し、ポジティブな自己イメージを育むことができる。ストレスや不安に対しても強くなり、自信を持って取り組む姿勢が養われる。また、成功体験を振り返ることでさらに成長への簡単なモチベーションも高まる。そのための有効な手段となる。青色の照明の下で勉強すると白色光と比べて集中力が向上し、読解速度が上がる。青色の光は脳の覚醒を促進し、集中力を高める効果があるため学習効率が向上しする。青色光が目に入ることで脳の働きが注目になり、情報処理速度が速いため読み解がスムーズに進む。特に試験勉強や大量の資料を読むときに効果的である。短時間で効率よく学習を進めることができるため、学習環境を工夫する一つの方法として取り入れる価値がある。新しい言語を学ぶ際、1日10分間その言語の音楽を聴くだけで習得速度が向上する。また音楽を聴くことでリラックスし、学習のストレスが軽減される効果もある。新しい言語を学ぶとき、その言語音楽を毎日の習慣に取り入れることで、より効果的な学習が期待できる。朝ベッドを整えるという習慣をつけると、1日の生産性が向上し、夜もより良い睡眠が得られる。ベッドを整えることで日常の生活におけるキーストーンとして機能し、他の良い習慣を促進する。この小さな行動がその日の他のタスクを効率よく進めるきっかけとなり、結果として生産性が高まる。また整った寝室環境は心を落ち着かせ、睡眠の夜の質も向上させます。ベッドを整えることが、より充実した一日を過ごすための簡単で効果的な方法になる。毎晩就寝前に翌日の予定を書き出すと、寝つきが改善され、平均で9分早く眠りにつけるようになる。予定を整理することで頭の中がすっきりし、不安や心配なことが軽減されるためリラックスできる。また予定を書くことで翌日の準備が整い、安心感が得られることも寝つきを良くする一因となる。すぐに実践できるこの方法は、質の良い睡眠を得るための効果的な手段になる。1日5分間姿勢を正して深呼吸をすることで、コルチゾールストレスホルモンのレベルが低下する。深呼吸を行うことで心身がリラックスし、副交感神経が活性化される。この過程でストレスホルモンのレベルが低下する。正しい姿勢を保つことで呼吸が深くなり、酸素が体全体に行き渡りやすいため、ストレス解消だけでなく集中力や免疫力の向上にも最適に日常生活に取り入れることで、より穏やかな心が助けになる。植物のある部屋で勉強すると記憶力と集中力が向上する。植物が放つ自然なエネルギーと心地よい緑の色彩がリラックス効果を繰り返し、ストレスを軽減する。また自然の中にいるような感覚が得られることで、長時間の勉強でも疲れにくく効率よく学習を進めることができる。1日3回各30秒間の頬を膨らまし、運動を行うことで顔の筋肉が鍛えられ、シワの予防に効果がある。この運動は頬を膨らませる簡単な動作で、顔全体の筋肉が刺激される。特に年齢とともに気になる外側や口元のシワの予防に効果的。また血行が良くなり、顔色も明るくなることが期待できるため、日常のスキンケアにプラスすることで、より若々しい印象を大切に手助けになる。蚊に刺された箇所は温めると痒みが消える。窓枠のゴム部分の黒カビはキッチンペーパーにカビキラーを含んで拭くと効果的である。トイレの汚れが落ちないときはキッチンペーパーにクエン酸を含めて使うといい。蓋のカビや排水口の裏のカビを防ぐためには、裏側に銅テープを貼ると効果的だ。暑すぎると配管が傷むので、熱湯を流すときは蛇口から水を出しながら流す方が良い。時短できるレトルトカレーは湯煎するのが効果的だ。カビは多湿が大好きなため、1日に数回除湿器やエアコンの除湿を使うといい。生ゴミは新聞紙で包んだり、ビニール袋を二重にして捨てると良い。
ダニを死滅させたいときは、50度の熱に20から30分さらすといい。機内モードの状態で充電すると、普通に充電するより充電速度が速くなる。スマホをトークルームで使うと、よく読まずにメッセージを確認できる。歯を磨くタイミングは食後30分経たず磨くのが理想的である。お風呂場のカビは、壁や床など汚れやすい場所にできるため、浴室全体に冷水をかけるから出ると良い。寝ている時によだれが出る人は、舌を上顎に押し付けるような位置に置いて、食事の時によく噛むことが大事である。ご視聴ありがとう。チャンネル登録してから次の動画に進んでください。